はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハルです。国名館、国名館って言えばいいんですよね。カゲロウってさ、いろいろな2つゲームあるじゃないですか。影の牢屋と影の牢家だったかな、ちゃんと出てこないんですけど、あれ俺スマッシュフロアは作らずにクリアさせてもらったのか、うん、難しいね。永久は1日にしてならずっていうけど、お部屋に備え付けのさ、ね、賃貸備え付けのトラックなんかがあるともっと楽だと思うんですけどね。何がいいですか。押し出す、うん、難しいな。スパークロットとかちょっといい、なんか余興で作ってみるか、ね、乾電子はちょっとな。あーでも足も嫌だし、落下しもね待ったなしだし、いやーどれも嫌だな。どれがいいかで選ばせてもらってもちょっと嫌ですね。サンダーボルト飛来心用意しないと。このさ、リフトフロアもちょっとさ、まあ、なんか作っといていいですかね。っていうかさ、このゲームの多分分岐どんどん今いってると思うんですけど、おーリフトしてますね。そう、天井に押し付けないと備え付けのトラップに押し付けることができなくなってしまうっていうのもあると思うんで、ちょっとフロア系いろいろ増やしてみるか。スプリングフロアが6で、スマッシュフロア、あーでも難しいかで、さらに、どうしようかな、まあ、スパークロットをちょっと使ってみるか、戯れに。ウォールトラップがファイヤーとローリングボムとパワーマグマグネット、ムムムムなんだよね。でも範囲が広い方がその分強いから、でもさ、からのマグネットでもいいと思うんですよね。これなんだっけ、あと天井ってこれ何、セイルっていうのかな、シールかな。発音記号が読めなかった、発音記号を話して読めなかった人間なんでね、恥ずかしいことに。よし、行こうか。とりあえず、あ、待って、一回これでセーブしましょうか。セーブしないとこれ作ったことにならないので、まだ3時間しかやってないけど、そう、これ分岐どんどん進んでるんで、お話がね変わってくると思うんですけれども、まあこっちのルートとかも面白いよとか、こういうのを見たいなっていうのがあったら、多分言ってくれれば、まだパート数的に余裕あるんで聞けると思うんですけど、もしなければ終わりですよろしくお願いします。まあ1週間くらい待ちますか。ん、父ちゃん、トーマ、危ないから戻りなさい。ちょっとデスクトップに邪魔な表記が、あ、なんか今喋ってた。っていうかこれ何、家族、ちょっと待って、家族連れできてんの、しょうがないな。家族でみんなぶちのめさないといけないのか。完全にこれ、や、画廊の山崎なんだよな。なんとしても国時人の秘密を手に入れねえと。入れられないんだな、これが。そんなものはないんでね。ギュンターって言うとまたね、バルキリープロファイルなんですよね。まあ、バルキリープロファイルって言って何言ってんだろう。刺さっちゃったっぴ。開かないよ。あー、こっちから来るならもうちょっと終わりにしましょうか。彼の人生はね、ここでついえてしまうっていう感じになってしまいますけど、スマッシュフロアはこっちにやって、で、まあ、パワーマグネットでこうで、スパイクロックをこう、あー早かったな、彼の人生も。ワープしねえって、やっぱこのゲームでワープしないともうダメなんだね。人権がないんですね、かわいそうに。ここだったらでもスマッシュフロアじゃなくて普通にスプリングでもいいってことですよね。で、パワーマグネットでなく普通のマグネットでもいいわけだ。ああ、見えてる見えてる見えてる、かわいそうに。ん、王宮を持っていたのはあんたみたいな若い女だったのか。
あんたなら話せば分かってくれそうだな。そんな大きなさ、ドンキ持って言えるか。うちの子のトーマは生まれつき体が弱くて長く生きられないって言われてるんだ。でも時人は病気じゃ死なねえ。病気じゃ死なねえの？本当に刺したり切ったりしてないと死なないんだ。トーマの病気を治す方法だってあると思うんだ。俺はトーマのために時人の秘密が隠されているっていう祭壇に生きてんだ。頼む、見逃してくれ。いいよ。すまねえ、恩に切るぜ。あ、やべどうしよう。トラップ仕掛ける場所間違えちった。終わりましたね。あー、すまねえ。これが時人の秘密だな。トーマ、待ってろよ。シンシア、トーマ逃げろ。もう自分がどうなるか分かっちゃうんだね。ああお前のせいやぞ。こっちみんな、お前かっこ俺のせいなんだよね。ごめんね、完全にやっちまったよ。パワマグの方が安全ですね。こうなると王宮がバカ王宮がバカ。これ2回目3回目、もう5回目くらいかな。いや情けがない。この音面白いですよね。このビシッっていう相当分厚いあのムチかなんかで引っ叩かないとこうはならないと思うんですよね。じゃあ行きましょう、もう一回。あとはコメントをいただいたのがね、ゲームしなくなって、どうしてもね、ゲーム、まあゲームする以外の趣味とか娯楽とかを見つけられているなら、まあそれはそれでね、いいのかもしれない。父ちゃんね、もしかしたらね、こうお子さんをね持つとかあるかもしれないし、あ、トーマって言ってるだけか。まあ普通にね、お酒とかタバコとか、まあお出かけするとか、まあ車とかバイクとか、まあそれ以外の普通にね、動画、ゲームじゃなくてね、動画を見るとか、いろいろね、もう最近だと娯楽の種類とか。どこだ扉は。お、扉がないぞ。どこだ、ん、ここか。遠距離から攻撃するタイプ、あれ、セーブして、あー俺セーブしてないから、いや、あ、セーブをしたところじゃなくて、やる、何かをやる前の状態に戻っちゃうの、このゲーム。ダメだなこれ。最後にセーブしたところから戻してもらわないと。だってこれおかしくね、だって俺セーブしてんのに。あー、なるほどね。これはちょっと紛らわしいですね。これは、うん、よろしくないと思うけど、まあいいや。結局ここでね、パワーマグスプリング地獄をやるのだとすれば、クールタイムは短くていいですからね。じゃあちょっと飛ばして、あ、飛ばないのかこれ。選択肢があるから。あ、でもなんか見た目に反してさ、とても優しいお父さんですよね。そんな優しいお父さんにスプリングフロアを叩き込む。そしてパワーマグネット、生きて帰れないよ。そしたらヘビークローとかやっときますか。あ、間に合う？ん？やりやがったな。お、すごい。これはね、強かった。やられましたよ。でもパワーマグネットなんだよね。そっか、負けないんだね。じゃあ、これはどうだい？勝てないんだな、これが。
パワーマグネットであの自由を奪われてしまうと、こういう感じになってしまうってことなんですね。はいよ、トーバ、お前のために何としても時人の秘密を手にしてあげられなかったね、ごめんね。トーマ、王宮の中危ないから外で父ちゃんを待ってましょう。うん。ああ、シンシアとトーマ、これをまとめて、まあ、まとめてぶちのめすことも可能っちゃ可能ですけど、そこまでするか。出口、ああまあできなかないか。もっとな、あの練習しないとやっぱ A 級も当然必要だし。あ、どっから来てる？ここから？ああ、ここか。間に合わないかな。ここからこういう感じでやってあげれば、まあ間違いなくまとめてぶちのめせるか。ここまでやる必要はない気がするんだけど、まあいいか。勝手に王宮入ってきてんだ。どうなっても文句は言えんだろ。あ、かっこいい。お姉ちゃん遊んでよ。いいよ。トーマ、お姉さんの迷惑だからやめなさい。お母さんはこのお姉さんと話があるから先に帰ってなさい。うん。ああ、しまった。うまくいかなかった。まとめてね、ちょっと叩き伏せておこうかと思ったんだけど、うまくいかなかったな。すまなかったよ。こっち来てくれんのかな。上手に、よいしょ。これくらい、やっぱ自分の、あんた助けて、トーマ、トーマ。そうね、なかなか断末魔がリアルな感じでいいですね。自分がね、もうちょっとこう素早く動けたりすると、今みたいに誘導も多分上手にできると思うんですけど、それがさ、あの、あ、まあまあ家族揃ってスパイクロックだったら、まあね、後悔はないでしょう。うまくちょっと誘導していければ一番ね、いいと思うんですけれども、なかなかね、そううまくいかないですからね。エミリア、ミレニアと名前被るからやめてくれ。どうしたのかな、名前がすごいかっこいいね。きっとママも心配しているよ。メビウスさんは女の人だね。ママが帰ってこないの。あ、やべ、帰ってこないって。パパもお兄ちゃんも妹だけ置いてきたのか。これなかなかまたやっちまったな。これエミリアが今後次のなんか時人にね、時人ガードナーになればいいんじゃないか。まあやっちまったもんはしょうがねえ。トラップメイクで、ああ、またやだ、作ってねえじゃん。だってこれちょっと作りましょう。どうしよっかな。これこのゲームのシステムちょっと意味不明ですね。あ、まあ、逆って何っていう感じだけど、その例えばこうスマッシュフロアとかさ、このリフトフロアを作りました、だけど全然うまくいきません、機能しません、別のトラップを作らないと積みますと、積むようなゲームを作るのもヘブンズフロア、かっこいい。床が激しく上に飛び出し、人間を天井に叩きつける。起きた時にもダメージを与える。それは素晴らしい。あ、マグネットフロア、マグネッ
ストフロア、これベアクローとさ何の違いがあるの？あ、磁力に変化することと、よく分かんない、普通のトラップ、クマバサミじゃなくてトラバサミじゃなくて、あれトラバサミかとはまた別の意味があるっていうことか。でもヘブン、でも僕はヘブンズフロア、じゃヘブンズドア感あっていいっすよ。さすがにね、どんだけ強いやつでも天井が吹っ飛んで死ぬっていうか叩きつけるんだったら絶対痛いと思うんですよね。最悪磁力は効かないやつがいてもまあおかしくはないもんね。だからこヘブンズフロアをヘビークロード変えて、リフトフロアも、まあ、リフトフロアも結構ダメージあんのか。ただ A 級を目指す、 A 級を目指すんだったら どうしようかな。一応ヘビクロはね入れてとかいいと思うんですよね。リフトフロアにして、でスプリングフロアにするか。でスマッシュ、あスマッシュは秒数が一緒だからこれにするか。ちょっとリフトフロアで練習しましょう、敵をぶちのめす。でローリングボムが全然使え、自分がね使えてないんで、マグネットとパワーマグネットにしましょう。で天井、俺さ天井トラップが全然使えてなくてよろしくないですよね。なんかトラップメイクでなんか使う、これこの辺でしょ多分、たらいとか作んないからどんどん成長しないんですよね。スキルツリーみたいな、トラップメイクツリーが先に行かないんで、でもたらいなんかいらないからな。あ、大たらい、溶岩花瓶、コンフューズガン、ガスだったかな。これがさうまく機能、俺はね させられないから作らないですよね。作らないってことは、でも同情の結末、同情なんて俺してないんですけどね、非常に家族ね根絶やしにしてます。あそう、家族は根絶やしにした方がいいですよね。家族というか血筋というかね、子供だからね、情けをかけて残すとそれが必ずまた強くなって帰ってくるんで、私とサキさんが正面から、グランドーさんは裏口から侵入するんですね。あ、しまった、犠牲者のリスト見るの忘れた。あ、そうだよグランド、いいんだね。もちろんだ、先気をつけていくんだぞ気をつけていくんだぞっていう滑舌がちょっと悪すぎたね。はあれ、あ、じゃあ妹さんを同じところに叩き込むことはできないのか。すみません、先さん手伝ってもらっちゃっていいんだよ。私たちは弱い者の味方なんだから、強格ですね。さてと、じゃあ今エネミーデータ見ましょう。さっき格闘家とメビウスが呪術師、年の離れた妹がいたが数年前に行方不明になる、エミリアに菅の姿を重ねている、人ヒーリング能力を持つ、一撃必殺でやりましょう。あ、でもさっきさんもメビウスさんも HP 低いんで一撃ですね。アジルっていうのが足の速さなのかな。スピード、あれスピードとアジルってじゃあ何が違うんだろう。アジルは回避能力かな。強いものを求めて戦っていたが、グランドに敗れて以来無駄な戦いをやめる、自分が何をなすべきかを知りたがっている。それも今日で終わりだね。さあどう来るかな。とりあえず、どういう動きしてんだかよくわかんないけど、まあこれで終わりかな。面白い、こっちの方が多分面白いと思うんですよね。面白いけどマグネットパワーが使えない可能性がある、うまく機能しない可能性があるんで、そこはまたちょっと難しいのかな。なんかもっと足速くなんねえのかなこれ。
これカメラをこうやってやるとさ、まあ、足音も聞こえるしね。まずパワーマグネット置いとくか。何も言わねえけどこの人たち。おい、うわー素晴らしいよ。そしたら爆弾使った方がいいよね。これ回復されちゃう可能性あるよね。ちょっとやばいわ。で逃げるんでしょ。逃がさないよ。あ、で天井に貼り付けるんだ完全に。で天井に貼り付けて、エミリアちゃんごめんね、約束守れなかったね。できない約束忘れもんじゃねえな。まあできないと思ってないかもしれないですけどね。さっきどこにいる。あれ、あ、追い抜いていっちゃったか。よし、じゃあここで、これリフトフロアすごい良かったね。多分スマッシュフロアよりは時間が稼ぎやすいと思うので、あー、うまくいない。あー、ちょっと良くないけど、まあこのファイアーアローで終わらせましょうか。まあ、当然スパイクロックでもいいですけど、間に合わなければファイアーローで、もしくはリフトフロアでもいいしね。ファイアーローにしましょう。クソ、こんな小娘にやられるなんて。ごめんね。そしたら間に合わないんで、マグネット強いかなこの人。でも金属のね鎧つけてるからどうにでもなるとは思っている。あ、間に合わなかった。今誰、ギュスターブすごい名前の人出てきちゃったよ。陛下、ギュスターブが参りました。誰もいないのか。よし、ちょっと間に合わなかったけど、間に合うか。マグネット、よし入った。そしたら、あー、これスパイクロック間に合わねえな。これにしてリフトフロアを一度スマッシュフロアに変えて、向こうに追いやりましょう。危険なら。あ、それも間に合わなかった。どうしましょう、どうしましょうったらどうしましょう。まあどうしましょうじゃないですけど、あ、避けられちゃったよ。すごいよこの人。あ、当たらねえ。俺が上手くないだけ。やめてくれ、引退してくれ。それも上手くない。まず吹き飛ばす。でマグネットをもう一回やる。いや、それ普通に吸い込まれるでしょ。はい、ここからこう。よしよしよし、手こずらせんじゃねえよ。まったく、ギュスターブさんこれまずいな。急がなきゃ。先はやられていないよな。まずいまずいまずい。まさかこんなことになってるとは思わなかった。やばい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 。とりあえず俺の体顔を見せて誘惑しないと。いらっしゃいますか。いらっしゃいますね。よし、パワーマグをここに設置で、スマッシュフロアを
この辺に設置するか。でスパイクロックをここに終わらせて、これで終わらせると。まだ来てる？来てるよね。あー、また引っかかってんじゃんこいつ。何やってんだよ。ちょっと待ってって。分かったかかったから。おーい、ギュスターブニキ頼むよ。どこに行くんだ。おい、ちょっとどういうつもりだこいつ。こちらには目もくれずってこと。犠牲者リストをちょっと調べるか。ギュスターブさん、ホーンシュタインが国王に取り入っていることを苦々しく思っていたが、運よく死んだため助かって取って代わろうとしている。死んでもいいですか。わかったって言ってくれ。ほれ、あーじゃないよ。まったく、まだ座れてんだ。一体何をしているんだ。よくわからんかったな。陛下、私です。ギュスターブですぞ。あ、陛下を探していたの。じゃあ本当にこれうろうろしていただけだから、もしかしたら早めにやっつけないといないから帰るかって。いや、そうはならんやろ。エビリア入ってきちゃったし。おっと、ここで待ってるんだよ。おじちゃんがパパとママを探してあげるからね。この世界の人間めっちゃ優しいね。じゃあ犠牲者リストでもエミリアって入っちゃってんだよね。残念だ。王宮から帰らない家族を心配してやってきた。しかしトーマとエミリアが遊んでいる姿は誰も見たことがないらしい。え？いい年してまともに働きもせずブラブラしている。なぜかトラブルに巻き込まれやすい。でも優しいんだね。そしたら、あー、これどうすりゃいいんだろう。まとめて始末するのはちょっと無理なので、別にブラブラして生きてるならそれでもいいしね。生きてられないんでも、まあまあそれでもいいか。そういう生き方だからな。あ、これよくねえな。扉には設置、あー、うまくいけばなんとかなるか。あー、これちょっと難しいな。あー、どうしようかな。まずヘビークローで、あ、ヘビークローじゃダメなんだよね。あー、でもリフトフロアだと同じところに天井トラップって仕掛けられないんですよね。だからまずこうか。でこうだな。でさらにパワーマグネットじゃなくてマグネットでいいや。マグネットをここに設置しましょう。でそうするとまあひどいことが起こるでしょうね。大丈夫。なんだい君は。僕は女の子のパパとママを探しているんだ。邪魔しないでくれ。じゃあおかしいな。ここの世界の住人はどうしてこのミレニアを見るとさ逃げるんですかね。でどうしてプッシングするんですかね。お、すごい力士。なかなかかっこいいですね。別にここでもいいけどさね、やることは変わらない。で、あの女の子なんか全然動かないんで、そのままフロア使ってぶちのめすのも全然ありだしね。あー、これ違うな。ごめん、スマッシュフロアこっちのこうだね。でマグネットもこうで、スパイクロックもこうですね。あー、ちょうどこれ違うんだ。
じゃあこのエミリアを少し動かしてあげないといけないのか。じゃあとりあえずトーマを終わらせましょう。リフトフロアの方がいいのかな。あのね、若干、あぶれ、こいつね、若干ちょっと動きがね、悪いんですよ。悪いっていうか、おかしいんですよね。結構リフトフロア動けて、上がるんだ、上がってく。自己肯定感上がる。パワーマグネット上がる。じゃあリフトフロアもこの子に多分叩きつければ多分行くでしょう。スマッシュフロアで、はい、お疲れ様でした。エミリアは逃げないんだね。聞いてないぜ、こんな目に遭うなんて。そうだよな、誰だって分かってない。いきなりさ、部屋入ってさ、備え付けトラップにやられるとかさ、ありえないですからね。あ、やべ、あ、命乞いをするんだ。命乞いってこれどういう、どうなるこれ。あ、普通にこうなるんだ。じゃあ何、俺はどうすればいいんだろうね。あの、許すとか助けるっていうことができなきゃさ、潰すしかないじゃん。ちょっと待って。ふふふふふ。ミレニア、私です。なんだ。ミレニア、ヨカルさん、どうやら人間に対する甘さはないようです。無抵抗の少女を殺すことができるなら安心できます。それから祭壇に爆弾が仕掛けられています。人間はそれを時人の秘密だと勘違いしているようです。爆破されないように気をつけなさい。もっと早く言え。もうチャプターその 5くらいからね、言ってもらわないと。それ5じゃないか。その爆発薬がね、仕掛けられた瞬間からこれ早く来てくんないと。ミレニアさん何回もね、こうやられてますから、その爆弾に。あ、じゃああれだね、女の子のやつじゃないですね。ファイアーローとスパイクロック。あ、リフトフロアに押し潰されるタイプの人もいたっけ。よしよしよし、やっぱ情けはいらないな。あ、そう、あの恨みつらみはね、あのつながる、連鎖するんで、どんどんできる限り根絶やしにした方がいいんですよね。ゴステロ、捨て頃のことから、まともに戦って勝てる相手じゃない。かっこいい。俺は速攻で時人の秘密とやらを盗んでくる。お前はそれまで化け物の足止めをすればいい。はい、アーシュラさんもかっこいい。戦おうと思うなよ、逃げ回って化け物を引きつけるんだ。やめてくんねえかな。爆発するんですよね、王宮が。ただただ困るんですよ、そんなことされると。